はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7 2週目、続きをやっていきたいと思います。とりあえず配線の、イベントが終わって、まあミアはね、あの結成を打たなかったから、ちょっとエブリンに侵食されて倒しちゃいましたけど、じゃあそのエブリンを倒すために先へ進んでいきましょう。こっちってなんかアイテム置いてあったっけ？置いてはないね。沼地をね、進んだ後も、わりかし敵がね、出てくるんですよね。薬液はもういらないな。薬液とかね、薬液鏡とかすんげえいっぱいあるんで。言いすぎだろ、これ。こうやって見ると。ほら。頭部を狙うと。ウデマンはいないか。ほら。おい。あっちにいるね。こいつはそもそも腕がないっていう。ああ、何もいるんだよここ。ん、まだいるわけではないか。ハンドガンの弾か。まあ一応取っとこう。でこれはショットガン。え、ここにもなんかあるね。薬液強化。薬液強もいらん。すげえ余ってるから。押して。じゃあ下に行きましょう。どうすかね。アルバートにしよっかな。こうか。競争弾もね、37発足す3発、40発あるからね。競争弾にしておいて、さて行くぜ。ここも確かなんかあれ、いけない。引っかかる。降ってきたよね。来たな。ほら外したか。まあしょうがない。リロードも早いね、やっぱり2段階リロードになってるから。でこれは破壊して、もうめんどくさいからこれも破壊しとこう。で競争弾にして、どっから出てきてたっけ、なんかどっかから出てきたよね。あれ、なんかこっちの方来ると、おお、爆発してたんだけど。かわいそうに。よし、オッケー。もう、あ、ウデマンか。これをね、照準を合わせるのがなかなか難しくて。いいね。ここに来て慣れてきたよ。よいしょ、あれ。取り回した方がいいんだよ。マシンガンの弾はいらない。で、これはハーブか。ハーブも、いや、一個取っとく。最悪使えばいいからね。で、こっちにして、先へ進んでいきましょう。こういう行動でね、後ろから出てきたりするからね。確かここも、あ、いた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 。ほら。ほら、よーし。アルバートは強いけど3発しか入らないっていうのが弱点だからな。一撃必中でいかなくては。マグナムの弾をゲット。あとどっちだ。こっちはただのくぼみ、違う、戻るね。でこっちは先へ進むか。どん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 進んでいこう。もう走ろう、こういうところは。でトロッコで、後ろから来るんだよね、確か。あれ、前から来るんだっけ。何が何だか分かんなくなってきたな。トロッコで引き殺せないかな。ほら行け、くらえってわけにはいかないね。おい、また来るか。おい、
強い、マジで。アルバート競争団ほんと強いわ。まあカジュアルモードだからっていうのもあるかもしれないけど。であっちは何もないんで、もうこのまま進んでいきましょう。でここは久々の罠だな。でなんかどれか爆発したよね、そういえば。でここのねドラム缶のところにエブリウェア人形があるんで破壊しましょう。マシンガンはいらない。で上に登って、でこれは爆発する、ね、よし。でこっちとかアイテムあったっけ、ないか。研究施設に入って、でパソコン見ると、送信ログ、あんたらのおかげで正気に戻って1週間。支配されたふりってまだバレてねえみたいな。おっかねえ性別兵器でも所詮はガキってことか。親父やお袋は完全にやつの言いなりだな。あれが家族ってあんたらどんな教育したんだ。エブリンお気に入りのミアって女だが相変わらず不安定だ。急に暴れ出したりするんで仕方なく檻に閉じ込めてる。エブリンのやつしょっちゅうボロ屋に会いに行ってるらしい。ママが恋しいってとこかね。エブリンの家族集めエスカレートしてるな。ミアが言うことを聞かないんでイラついているんだろうが、後始末する身にもなってほしいぜ。そういや最近エブリンの様子がおかしい。顔色が悪いし肌も、落ちくぼんで、目も落ちくぼんで肌はガサガサだ。細胞劣化ってのが始まったんじゃねえのかこれ。ハーブと、じゃハーブを使おう。うん、うまい。うまいのかどうかは知らんけど。でここはこれなんだっけ、ステロイドだ。これ使おう。今は使う必要がない。じゃあ捨てよう。贅沢だな。でステロイド使おう。よいしょ、体力アップ。あとは研究ノート的なのを見ていきましょう。E 型被検体が、体内生成する特異菌が人体に感染した際の、随症状をまとめる。 E 型取り扱いについて必ず読んでおくこと。ここでは便宜上カビと呼ぶ。感染初期、カビは感染者の体組織を養分として増殖しながら全身の細胞を徐々に置換していく。この過程において感染者の再生能力は飛躍的に向上する。感染者の四肢を切断する実験では数分以内であれば容易に自然結合することが確認された。感染中期、カビが脳幹にまで達すると感染者の思考は E 型被検体と、同調する。感染者は幻覚や幻聴を発症、言動を E 型被検体にコントロールされた状態になる。この状態が続くと最終的に完全に自我を喪失する。感染末期、感染置換が進行し人間を逸脱した形態に変異。感染者により変異形態は異なるが、いずれの場合も驚異的な身体能力を誇る。この形態が暴走した場合、鎮圧は非常に困難。体力の上限が上がったみたいな。なんか読んだら体力の上限が上がったみたいな。あれになってたけど。これはどういう順番なんだろうね。投与10分後、被検体死亡。E ネクロトクシン、E 型被検体に投与。投与5分後、被検体オート。投与12分後、細胞切開化。で、ここで開けて、これ取らなかったらどうなるんだろう。で、これを先に読みましょう。E ネクロトクシン、E 型被検体を殺処分するための、開始毒である。エブリンの処分指示があるため、あるまで厳重に保管するように。なお使用時は必ず毒素を活性化させてから使用せよ。活性化はエブリンの体組織を保管装置内に入れるだけで良いと。これ多分配線にあったのと全く同じ装置ですよね。ここにエブリンの体組織を入れて、ピコンピコンピコンみたいな。おー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 おお、出来上がり。これもどういう原理になってるんだ。E ネクロトクシンで、あとはまた、呼んでいく系なんで、本計画は2000年
HCF の技術協力のもと、敵集団を戦闘によらず制圧する生物兵器の開発を目的としてスタートした。本計画が従来兵器と一線を画するのは、制圧した敵陣営をそのまま味方戦力として取り込む点にある。これまでの敵が自発的に協力奉仕する仲間へと変わるのだ。戦闘や捕虜管理のコストを一切かけずに逆に味方を増やす、このコンセプトになんとかやなんとかなど各国組織が飛びついたのも無理はない。計画のきっかけとなったのは、なんとかでの、なんとかなんとかと呼ばれる新種の、新菌特異菌の発見であった。生物兵器は特異菌のゲノムをステージ4以前の人肺に取り込み、特定環境下で38から40週ほど培養することで製造される。製造された生物はただ危険体と呼ばれ、性能不良で実用性に乏しい A から D 型、諸問題をクリアした完成型 E 型とそれぞれナンバリングされた。兵器の外見には共通して10歳前後の少女が選ばれた。都市や難民など社会集団に紛れ込ませるのが容易なためである。 E 型被験体の第1号であるエブリンは、体組織から自在に特異菌なんとかなんとかを分泌できる。さらに特筆すべきは、菌を他の生物に植え付けることによって対象の組織肉体を実質的に支配できるという点である。対象にエブリンがアクセスするメカニズムには不明な点も多いが、なんだこれね、なんとか菌や発酵バクテリアが行う、クオラムセンシングのようにオートインデューサーと呼ばれるフェロモンが媒介しているのかもしれない。エブリンによる第一支配の第一段階は厳格である。感染後まもなく感染者はそこにいないエブリンの姿を目にし、他者には聞こえない彼女の声を耳にするようになる。感染者への聴取では、幻聴のエブリンは初めは少女らしく甘えるような態度で現れるが、次第に過激な要求や命令を行うようになっていくという。要求には自傷行為や他者への攻撃行動も含まれる。そのようにして感染者への精神攻撃、洗脳しつつ脳を含む全身の細胞をじわじわと過敏に近していき、最終的にはその肉体まで、なんか支配するのだみたいな感じになるのかな、文章的に。 OK で、あとはこっちの方かな。他に確認されているエブリンの機能としては、菌糸から生物を形成する能力が挙げられる。この生物は無数の菌糸が集合したいわゆる超個体で、生存本能に直結した獰猛さと、菌類ゆえの強靭さから大型肉食動物にも劣らぬ攻撃能力を持つ。兵器としてのポテンシャルは極めて高いと言える。研究者たちはこの超個体をモールデッドと呼んでいるようだ。カビ人間ということだろう。被験体の体細胞に何とかすることで特殊な血清を生成できる。投与すれば体内の菌糸を、石灰化させることが可能だが、細胞置換がある程度進んだ状態ではすなわち宿主の死を意味する。治療というより感染者の処分に用いるのが適当であろう。なお血清を、何とかすることで極限まで効果を高めた新薬 E ネクロトキシンはほんの少量で、なんちゃらなんちゃら。エブリンを観察していて興味深いのは、彼女が見せる異常なまでの家族への執着だ。実験では特異菌感染者を父親や母親に見立ててはまるで実の娘のように振る舞う様子が確認された。なぜ支配のモチーフとして彼女は家族を選んだのか。これは試験だが、自ら支配する集団を社会に溶け込ませる上では家族の形態が都合がいいと本能的に察知したのかもしれない。だが、あるいは隔離環境下で育った彼女が愛情に飢えていると考えるのは感傷的に過ぎるだろうか。考察力が素晴らしいね、本当に。これ別にあれだよね、ルーカスの考察じゃないよね、普通の研究員だよね。ジョイダンをパクってこう。セーブとアイテム。アイテムはなんかある？牽制のコインとか、どうなの？防御の極意とかね、なんかいらねえんじゃない？防御の極意置いてこう。で、一マス空いてればいいかな。ジョイダン最悪1個使って、マス目を開けよう。じゃあちょっと1回セーブをします。はい、じゃあ先へ進んでいきましょう。あとはもうとにかく突っ走るだけだからな。競争弾パクって、40発か。ここら辺のアイテムとかな、もう全部鹿としていい気もするんだけど。何があったっけ、そもそも。リモコン爆弾は欲しいよね。薬液は持てない。からいらん。よし、進んでいきましょう。ああ、これ沼か、そうか。あれが出てくるんだったね。モールデッドが。沼から行こう、今度は。
歌が聞こえる。お前を、あ、銃構えらんない。死んじゃえ。そんなこと言わないでよ、もう。あ、来た。ちょっと距離を取って、ほらよーし。あ、ここら辺かな。突っ走っていくっていうのも一つ手だろうけど、ハーブとかもうマジでいらんからな。走れ。リモコンの、あれで、どこだ、後ろから来るっけ。リモコン爆弾ってどこに置いてたかな。ほら、あいてー、いつの間に来たんだお前は。ほら、後ろからね来られるのが一番わからんからな。なんかここら辺で結構リモコン爆弾を使った気がすんな。あー、しまった、外したか。なに、ほら、ちょっと弾を無駄にしたか。まあしょうがない。これはこのままこっち側に行くとなんか敵がいるとか。あ、リモコン爆弾か。リモコン爆弾やっぱり使ってく。あれ、リモコン爆弾セットされてねえし。上位弾を1個使おう、アイテム欄的に。来たか、燃えろ。で弾をセットして、あとはこれマグナムだからもったいないから売れるね。来てるね後ろから。順番にどんどん来てるわ。よーし、もう死体だらけだなここは。あとはいないかな。うん、でこの先だね。そういえばゲロマンがいっぱい出てくるから、ここはもうちょっと上位弾でなんとかするか。5発か。このまま食らえ。この後ろ見れば、え、ゲロ貫通してくるよ。そんなことないよね。ほら、足跡しばしばしば。でっか。もう一発撃つ。ほら、ちょっと待って、こっちの方に向けよ。ほら、どうだ、まだ生きてるか。いい加減くたばれ。あー、倒したか。結局残り一発になってしまった。まあいいや、大丈夫っしょ。こんだけ弾があればもういいや。上に登ってこう。よいしょよいしょと。でまた確かセーブポイントがあったよね、こっちの方を抜けると。うん、セーブポイントがありますね。廃校の見取り図、あれ、ここカセットデッキ、まあいいよ、ちょっとセーブしましょう一回。はい、じゃあ先へ進んでいきます。この先か、入って、で車椅子となんか間にエブリウェア人形があるらしいけど、先の棚これ絶対全然エブリウェア人形じゃないしね。あ、あったこれか。ちょっと待って、これマグナムだよ。普通の弾にして、で撃つ。 OK、 あれ、これで最後のはずだけど、なんか見落としてたか。まあいいや、間違いないわ。
アがない。なくなってる、なくなってるわ。最高。こっから先は別にモールデッドとかは出てこないから、まあ、幻覚だよね。幻覚、幻覚は襲われても幻覚なんで、そのままシカトしとけば。お、なんかちょっと今一瞬イーサン顔見えたな。私に構うな。動けない。結構ビビるんだよね。全部お前のせいなんだ。はい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 。これはゲイさん、安心して大丈夫。私すまんな、ミヤ。これを見るたびに傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺してママ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。で、いっこれ明るくしてるとさ、なんか色合いがすごいね。こっちの方とか。おお。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。おお、来た来た来た。私は死なせてよ。うわとか言って、なんか死んだら嫌だよね。痛い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 。いや痛くはないんだけど別に。で2階に行けばいいのかな。あとはおお、来た来た来た。ちょっともう仕方しよう。で、あ、いるねいるね。ガッ、痛い。吹っ飛ばされた。タイミングだね。もう一回ガードしとく。よしよしよし、これで撃てるな。くらえ。で、ここはマグナムで攻めよう。お前が、私を嫌うの。そりゃそうだよ、殺されたくないもん。終わりだ、エブリン。完全にこれゲロ食らったよね。これ切ったねみたいな。悲しい、悲しい、悲しい。シューター、お前たちに今違う国を切ればいいんだ。これなんて言ってるんだ。お前たちがなんとかなんとかでいいんだみたいな。マグナム切り替えよう。ほら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 。で、で、痛い。あ、これはもうイベントか。よしよしよし。なんか援護してくれよ、せめてさ。こんな状況になってったの。おりゃ、撃て撃て撃て。ほら、かわせないかね、こういうの。まあ、もうある程度イベントするんだよね、これ。うわー、こんな宙吊りの状態でさ、拳銃をさ、構えるような。痛い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 。ほら。うおはってなるし。でもさ、体力ゲージ今緑だったよね。一瞬見えたけど。それを使え。アンノウン。
上から狙撃してくれよ。こんなんさ落とすより。あんなことは終わりだ。倒したか。これだけの隊員がいてさ、何してたんだよ全く。一般人に戦闘を任せるとはけしからん。レッドフィールドだ。無事でよかった。ずいぶん遅かったじゃないか。いない。じゃあな。捨てるか。捨てんのか。どんなに暗い夜もいつかは明ける。ようやく夜明けが訪れた。気が遠くなるほど長い夜だった。苦しめられたのは俺とミアだけじゃない。ベーカー家もそうだ。あの化け物エブリンに変えられてしまった。だがあいつはもういない。後のことは彼らに任せればいい。ミアの死から立ち直ろうとしていた俺は再び彼女を失った。夜が明けてもまだ光は見えない。なんか悲しいエンディングだ。で、ここら辺は変わらないかな。スキップしますか。はい。プレイ時間一応6時間くらいか。ミスターエブリウェア、あ、全部破壊したね。アンティークコインが1個見逃して、ファイルは全部見た。ボックスはまあここら辺はねやたら開けたかんね。スタビライザーが2つ。ステロイドって全部で4つあるんだ。アンロックしました。ウォーキングシューズ、防御の神髄、アイテムボックスに追加されますと。ノットはヒーローもやりたいよね。まあまだダウンロードコンテンツとしては出てないですけど。はい、というところでバイオハザード7 2周目のいわゆるゾイルートですね。っていうかさ、ゾイ結成打ってさ結局助からないじゃん。しかも結構早めにさ死んじゃうじゃん、あのボートのところで。ゾイルートっていうほどじゃないよね。ルートってそんなゾイ活躍する場面ないんだから。
まあこれは普通にミアに結成を打っておいた方がいい感じになりますね。じゃあこれでバイオハザード7ゾイルートはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。あとはダウンロードコンテンツの方もですね、まあ、ちょいちょいやっていきたいと思います。じゃあチャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。